こんにちは、ジャンゴです。今回は、スイカゲームね、やっていこうと思います。ということで、行ってみましょう。行くぜ。さて、やっていきましょう。柿柿落として、オレンジオレンジも落とす。柿になって梨になる。そしたら、こっちもオレンジできて、グレープ落として、オレンジくっつける。オッケー。ちょっとイチゴはどこ置くか悩むが、ここに置いときましょう。で、これリンゴになる。イチゴくっつける。端っこチェリー。間に入るのは一番良くない。一番良くないけど、まあまだなんとかリカバーできる形のはず。困ったな。まあ、とりあえずまあ、た蓋されるっていうね。まあ、これは一旦オレンジにして、で、イチゴくっつけて柿になるので、まあ、チェリーだけになれば、まあまあまあ、ほぼ回収できたかなという感じですかね。柿が多い。一旦桃にする。そして両サイドの、柿をどうするか。まあ、こっちから育てていきますか。で、オレンジ、オレンジで落として、上に柿を作る。で、チェリーは端っこ。これもオレンジ落として、ブドウの隣にリンゴは、リンゴじゃない、ブドウの隣にイチゴは置く。ちょっとオレンジで回収したいな、これ。まあ、でも、あれか。一応、梨にしちゃってもいいか。あれ、ならない。マジか。くっつくと思ったのに。一旦こっちリンゴにすれば、反対側くっつくかなということでね、うまくいきましたね。オッケー。じゃあ次は、まあこの上に柿を置いて育てていくか、リンゴの側で、育てるのもありかなと思ったんだけど、まあこれはこれであり、ブドウ吹っ飛ばす。ブドウ吹っ飛ばす、そうですか。まあ一旦オレンジにする。で、こっち柿にして、もう一個柿が、右側で落とせればいいかなという感じですね。まあ、とりあえず、チェリーはそっち置く。で、柿になる。オッケー、柿来たので、くっつけてパインまで行きますね。ここまでは割と順調かなというところですが、チェリー端置く。で、これくっつけてリンゴから梨になって、イチゴも2つくっついてブドウになりましたね。オッケー。これはね、ちょっとパインと梨の間のイチゴどうするかですが、まあほっといてもいいかな、イチゴ1個ぐらいなら。で、これが柿、オレンジ一旦端に置いて、次が柿なのでくっつけちゃう。で、これはね、くっつけるっていうよりはリンゴの上でまた育てていこうかなということで、ね、こんな感じですかね。で、柿が来たので、ここは桃まで育ててしまう。で、桃の隣のオレンジ育てようかな。こいつはどうする？ここに置いてみるか。いや、ちょっと良くなかったな、今のは。いちごはね、育てるつもりで、そこに置いたんだけど、あんまりだったかなと思ったけど、まあ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 、回収できたか。リンゴにした上で、オレンジと、ブドウなので、まあ、そうね、そこまで悪くはないでしょう。で、次、カキカキか。じゃあ、一旦リンゴここに作っとこう。で、できれば、ちょっとイチゴで回収したかったけど、まあ、これ課金しちゃってもいいか。で、オレンジ置いて、オレンジの上に、ブドウ置いて、ブドウで回収できる形にしておこう。なんかちょっと盛り上がり方が怖い。盛り上がり方が怖いが、イチゴはここか、でも。これくっつけちゃう？梨にしましょう。どっちのリンゴとくっつく？そっちだよね。そんな気はした。で、これまた柿になるから、あ、柿沈むのは良くないな。まあ一応ここにブドウを置いて、オレンジ作りやすくして、このオレンジは一旦こっちで柿にするか。で、これオレンジにして、ブドウブドウで落として、これでリンゴができる。くっつく。オッケー。メロンは比較的綺麗な形でできたかなというとこですね。おーし、おし、おし、おし。さあ、じゃあ、ブドウブドウ落として、柿にする。端っこチェリーから、またブドウになりましたね。オレンジになる。で、ブドウブドウ続くので、置いてリンゴにしていく。そうだね。まあ、じゃあ、この上にオレンジ置いて育てていくか。チェリーは端っこ投げておく。で、これが、柿になって、オレンジ置いて、チェリー端っこ投げる。これはくっつくと信じて投げ込んでみましょう。はい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 、なるほどね。さあ、で、オレンジ回収リンゴ。このチェリーどうしよう。
あ、チェリーじゃない。このイチゴはそっちに置くか。で、梨の側ちょっと育てたいかなと思ったが、ここで柿が来るか。じゃあここに置いて、チェリーはこっち投げる。あ、でも次イチゴなんだったらちょっと投げる位置考えた方が良かったね。微妙だったこの柿ちょっとこっち置こうか。わあ、でもなんか雪崩のように崩れて最初の形に比べるとちょっと良くなくなっちゃった。オレンジここか。でもで、ブドウにしてブドウくっつけて、うわー、そこくっつかない。マジか。いや、くっついてくれ。よし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 。さあさあさあ、ま、あー、その梨2つもくっついてくれたらめちゃめちゃ嬉しかったんだけど、そこまではいけなかったかなという。あー、塞がっちゃったか。あー、でもいける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 。よし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 。で、オレンジ、オレンジはリンゴの上で、置いておきましょう。で、さらにオレンジ。一旦ブドウこっち置いてから、オレンジ落として桃まで育つ。オッケー。これならまだやる気するかな。さあ、ただ、この桃を、この桃をね、むしろ育てたいんだよね。チェリーは端置く。なので、ここにリンゴ作ってメロン吹っ飛ばす。オッケー、メロン吹っ飛ばせたのはかなり嬉しい。これどうすかな。いちごいちご一旦ここにブドウを作る形で置いて、チェリーはちょっと端に投げる。で、ブドウの隣にオレンジ置いて、これもう一回吹っ飛ばす。あー、でもちょっとこれはだな。つけらんないですね。これどうしよう。ここに置くか。で、チェリーは端に投げて、で、ここにオレンジ置きからの、梨までくっつけて、もう一度柿を育てましょう。あのブドウ良くなかったね。あのブドウはちょっと反省した方がいいところに置いてしまった気がする。まあでもしょうがない。リンゴの近くで育てていこう。リンゴの近くで、またね、上から落として育てていきましょう。オッケー、これは、よし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 、メロンまで、メロンじゃない、パインまで行く。で、一旦イチゴが落ちるのを待って、これはここかな、パインの横で育てていこう。チェリーは端かな。で、いちごぶどうになって、これ一旦リンゴで、いちごいちご落としてくっついてくっついてくっつかないか最後そこは最後くっつかないか。まあ、しょうがない。いちごいちご落として、で、いちごいちご落として、ぶどうぶどう落とす。オッケー、まだまだいける。これはね、むしろちょっと待って。あー、でもメロン、メロンがそうなるのは良くないか。これオレンジ、オレンジ落としてメロンもう一回そっち行ってもらって、で、ちょっとブドウはそっち置くけど、次柿か。次柿だから一旦梨作る。で、これね、ちょっといちごいちご落としてくっつけて落ちてくるかなと思ったけど落ちてこないわマジか。そうなるとちょっと良くないな。あ、今のはリンゴにくっつけにくくなったから余計に悪かったか。まあでもなんとかオレンジを割り込ませて、端っこにチリチリはもう一回落とす。で、ブドウをそこに置いて、で、ブドウで、柿作って、ただそうか、それ良くなかった今のは。リンゴとの接点がなくなっちゃったね。しょうがない、もう一個リンゴ作る方針でいくか。柿、柿こっちだな。ただそうか、いや微妙だぞこれ。ここに置いて、あー、でもその後がくっつかないもんな。これチェリー、チェリーなら一旦ここにイチゴ作るか。で、そうだね、まあ、ちょっとイチゴこっちでくっつけて、これブドウがなんか良くない、良くなかった、まずい、くっつく。ただこれ、これじゃとダメだな。これだと、これだとちょっ
あれですね、パインもうパインにくっつけるためのパインが桃を2つ作んないといけないわけで、桃の上にね桃2つ作れる空間があるかというとちょっと自信ないぞこれ。チェリー一旦くっつけるか。でこれリンゴになる。で梨の隣にリンゴできたのはとりあえずいいとして、またリンゴに隣接する位置で育てていかなきゃいけないわけだが、はい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 、これ柿になったのはいいね。さあここからどうする。これいちご待ち。あでも今からそっちで来ちゃったか。うわーちょっと待って、それ柿なくなっちゃった。マジかよ、それは良くないよ。あーまあしょうがない、これでやるしかない。おーパインできた。ただパインが下に落ちないねこれだと。困ったね、パインが下に落ちない。一旦イチゴこれここに置くしかないから、これ一旦柿に、梨になるけど、梨になったところでだ。ちょっと終わったな。違う、今のはちょっと iPad が前にずれちゃったせいで指が連続で触っちゃっただけっていう。これは完全に終わった。マジか。しょうがない、こうなったら少しでもスコアを稼いで終わろう。ねって言ってもまあ2000点しかないから結局スイカまでいけないと別にねスコア稼ぐ意味もないんだけどね。まあ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 、おおくっつかない。これはオレンジにする。まあイチゴこっち置いて、ブドウ置いて、ちょっとやられちゃいますかって感じですかね。はい、ということで今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。